もう10回目くらいになるかな。京介君、今だからこそ本当のことを話すけれどね。1年くらい前かな、ちょうど君が初めて私の元を訪ねてきた時だね。君は何と言ってきたんだっけ。人間には誰しも良い自分と悪い自分が共存しているんだよ。幼児は犬猫をかわいそうだと思って拾ってあげる優しい一面と、カエルの口に爆竹を入れるような残酷な一面も持ち合わせているよね。けれど成長して情緒が整ってくると、悪い自分を理性で抑えられるようになる。君は今まで例えば人を殴ってやりたいとか思ったことはないかい。けれど実際には殺さない。そうだよね。ん？ここが境目なんだ。君が人格障害を持つ患者でないことを示すボーダーラインなんだ。アメリカのとある大学教授がね、思春期におけるホルモンバランスの変化がいわゆる不良少年を作り出す原因ではないということを実験で証明しているんだ。つまり君が人の心は金で買えると思うようになってしまったのは、それなりの理由があるということだよ。それを今からじっくりと探っていこうじゃないか。じゃあ今日は君が今のお父さん浅井権三さんに引き取られたいきさつについて聞いてみてもいいかな。ん？ゆっくりで構わないよ。よくわかったよ。もう終わりにするかい？わかったよ。ただ浅井君、
今の話だけで君という人間を理解するには少々難しいね。例えば浅井権三さんはどうして債務者の息子である君を養子にしたんだい？ああ、いいんだよ、少しくらい。君がいつも1時間きっかりで帰るのは知っているからね。お金を気にしているんだろ？ありがとう。権三さんに？度胸が座っていたんだね。何にしてもヤクザに見込まれるなんて大した男だよ、君は。噂には聞いていたが、強烈なお父さんだね。ああ、最後にいいかな。君は友達なんかからよく忘れっぽいと言われたりしていないかな？そう。いや、君のように忙しい若者ならうっかりすることもあるのだろうね。じゃあ次回、また都合がついたら連絡をください。できなかったんだよ。なんだかね、体育用具室の鍵がなくなっちゃったみたいなの。もう、ほんとどこやっちゃったんだよ。そっか、それは残念だったね。結局マラソンになったんすよね。この寒空の中マラソンとか、思わず転校してやろうかと思いましたよ。あ、いえ、自分基本スポーツ苦手なんで、バレーボールみたいなボール関係は特に。いや、それはないっす。でも、カノンちゃん、今度の体育の時間に延期になっただけだから。のんちゃん、来週から3日間合宿だもん。学校来られないもん。残念残念。しかし、誰が鍵を隠したんだろうな。どういうことっすか？うん、だからあの鍵を盗んだのは誰なんだろうなって。盗まれた。うんうん。盗まれたなんて、誰も言ってないっすよ。え？なんで盗まれたと思ったんすか？なんとなく。ん？え？
サミさん？エイチ君？エテキチさん。エイチだって。エテキチさんは体育用具室の鍵を実際に見たり使ったりしたことはありますか？鍵？見たことなんて、ないよ。鍵なんて先生が持ってるもんだからね。なら、さっきはどうして、あの鍵って言ったんですか？え？言いましたよね。あの鍵を盗んだのは誰なんだろうな。普通は、その鍵って言いませんかね。実際に見たこともなくて、話に聞いただけのものに対して、あのとか使いますかね。それは、言葉のあやってやつじゃない？エイちゃんが盗んだのか？ちょっと、僕じゃないよ！カノンちゃん、落ち着いて！待てアザイさん、昨日はどう？聡明なアザイさんは、どう思います？これって、バレたらシビアにまずいですよね。ですよね。うちのクラスだけじゃなくて、この学園全部の体育の授業で用具室が使えなくなってしまったんすから。ただ、エテキチさんって邪悪な心の持ち主ではありますけど、チキンはチキンだと思うんすよ。スライムだし。浅井さんには動機がありますからね。CD に傷つけられましたよね。お返しに、カノンが楽しみにしてたバレーボールが中止になったら、愉快じゃないですか。そうっすかね。木を隠すなら森の中。っていうか、ペンギンを隠すなら群れの中と言います。容疑者を絞り込ませないために、犯罪の規模を大きくする。なかなか手の込んだことをしてくれますね。今日の？どうして今日のなんすかね？明日になったら鍵を発見されてるんすかね？まるで鍵が今日中に見つかることが分かってるような発言じゃないすか？それはそうかもしれませんね。理解できないこともありませんが、まだまだ納得できるほどじゃない、と思いました。そろそろ休み時間終わるよ。カノンちゃんも、もういいじゃない？僕じゃない！僕じゃないよ！どうしてくれる？どうしてくれる？宇佐美さんも、浅井君はみんなが迷惑するようなことをする人じゃないよ。私は、正しいことは正しいと、間違っていることは間違っていると言いたいだけだ。でも、お友達なんだし、疑っちゃダメだよ。友達が間違っているのに、間違っていると言わないのは、悪だ。っていうか、椿、私のことは勇者と呼べと言ったろ？ごめんね、宇佐美さん。だから違えだろうが。あ、おわわ。
100点でした。うわすごい、転入初日の試験だったのに。ここでまぐれだとか言うとちょっとかっこいいんじゃないかと思ってます。あ、先生、先生、ここ合ってますよ。なんだ伊沢、ここ合ってるのに圧つけられてるんですよ。お、すまんすまん、確かに合ってるな。これでギリギリ赤点脱出ですよ。もっと勉強しろ。エイちゃん、ズルしたんじゃないだろうな。してないよ、もう。本当かな？ 1 を4に書き直したり、3を8に書き直したりしてないかな？カノンさん、いい加減僕を信じてよ。浅井さん、鍵が見つかったそうですよ。というわけで自分、職員室に聞き込みに行ってきます。って女は俺たちを疑ってるんだぜ。バレたら停学だよな。口封じかよ。分かった、急に腹が痛くなることにする。時刻が分かったんすよ。昨日最後まで残っていた先生に聞きました。昨日の夜8時半、バドミントン部の先生が部活で使用していた鍵を戻しに来たところまでは、体育用具室の鍵は確実に職員室にあったそうです。今日の朝一番にバドミントン部の先生が朝練習のために体育用具室を開けようとしたそうなんです。その時には鍵はもうなかったんです。昨晩8時半にはちゃんとあったはずの鍵が朝には盗まれていた。どうし、体育用具室の鍵だけがなくなっているんならともかく、マスターキーまでなくなっていたんです。昨日マスターキーを使用した先生は誰もいないそうです。ずっと職員室にあったそうです。犯人は間違いなく体育用具室を使えないようにしたかったのです。犯行時刻は昨日の夜8時半から10時までです。10時にのりこ先生が職員室に施錠をしましたから。のりこ先生の話を聞く限りでは誰もいなかったそうです。のりこ先生に限らず教師が犯人なら、犯行のチャンスはいくらでもあります。わざわざ自分しか職員室にいない時間を選んで、鍵を盗む必要はありません。浅井さんは昨日の夜、何してたんすか？聞いてます。何時頃でしたっけ？9時過ぎだったそうですよ。どうしてそんな時間に？のりこ先生に用があるなら
もうちょっと早い時間でも構わないでしょう。浅井さんは放課後になるとマッハで帰ることで有名みたいじゃないですか。6時でも7時でもよかったじゃないですか。それぐらいの時間なら誰もクラスに残っていないでしょう。まあいいっす。浅井さんは友達思いらしいっすからね。問題は、エテキチさんの机ですよ。なんか、のりこ先生への愛の歌が書かれていたはずだったとか？でも、自分、エテキチさんが机に落書きしてるのを見たことないっすよ。はい、そうだと思って、他の人にも聞いてみましたが、やっぱり見たことないと皆さんおっしゃります。そうきましたか。浅井さんらしくないっすね。浅井さんならもっとうまくやるでしょ。落書きを実際に書いておくとか、いろいろできたはずです。何にせよ自分、こう思ってます。あなたはのりこ先生を教室までおびき出したんです。その隙に、エテキチさんが職員室に忍び込んで、鍵を盗んだんです。証拠すか。もちろん、ある。ん？何？昨日の夜、エテキチさんが職員室にいたという証拠が。エテキチさん。僕？何も知らないよ。ちょっといいっすかね。お腹が、うわぁ！自分の盲腸が、H君、大丈夫？何？どうしたの？痛い！痛くて、僕、何も喋れないよ！ありました。これが証拠です。気づきましたか？やはり浅井さんは聡明っすね。エテキチさん、この問題本当は間違えていたんでしょ？どういうこと？ウサミン、そこは採点ミスだったんじゃないの？違う。これは本当に間違っていた。エテキチさんが正解に書き直したんだ。答案を返してもらった時に答えをズルして直したっていうの？そんなことしないよ。ねえ、エイチ君。してないよ！してないわ。私、見てたもの。相沢くんが変な素振りを見せていないことは確かよ。誰もさっき書き直したとは言ってません。え？じゃあ、いつ？昨日の夜9時過ぎ。誰もいない職員室で。この答案をよく見てください。答えが直された箇所だけ、文字が崩れていませんか？あ、ほんとだ。小さな穴も開いてるね。でも、それが何なのかな？
それでどうして H 君が昨日の夜に職員室にいたことになるの？知っての通り、テストというものは必ず自分の机で答えを記入します。床や他人の机では書けませんけれど、出てきさんの机は傷一つありません。綺麗なもんです。ならどうしてこんなに文字がぶれたり、紙が破れて穴が開いたりしているのか。この答案は別の場所、別の机か床で書かれたのではないかと。どこで書かれたのか。アザイなら簡単だろ。なんだ。教師の机ってのは使い込むもんなんだよ。答えは職員室の数学教師の机にありました。あの熱血教師に聞きました。テストの採点は昨日の夜8時くらいに終わったんだそうです。つまり江出吉さんが自分の答案の得点を見ることができたのはその後なんです。でも H 君が職員室にいたっていうのは確かなことなのかもしれないけど、そうだよ、僕はやってない。それでも僕はやってないよ。苦しすぎると思いませんか。犯行時刻にあなた以外の誰も職員室にいなかったんすよ。鍵を盗めたのはあなたしかいないんです。はい、江手吉さんが職員室に忍び込んだ正確な時間は、のりこ先生が江手吉さんの姿を見ていない以上、浅井さんがのりこ先生をおびき出していた時しか考えられません。京介、うおい。絞られたな。停学にならなかっただけよかったね。反省しなきゃダメだぞ。もう兄さんは根に持つ人だな。はいはい、また来週ね。私も帰るね。あばよ。
魔王、知らないか？What?